もう入りますよ。はい、もう今来る。皆さん、携帯の音だけオンにしておいてください。それを拾っちゃうんですよね。あれ、もう始まっちゃいましたか。どのカメラで喋ればいいですか。そのカメラ、こっちのカメラ、第1回をご覧になった皆さん、そしてたまたま偶然にもこのチャンネルを開いてしまった方々、こんばんは。俳優をやってます金子昇と申します。前回はですね、大レンジャーの小川先輩と各レンジャーの、じゃあ、大レンジャーの和田先輩と、で、各レンジャーの小川先輩と、まあ、出口のないトークになり、面白かったのかつまらなかったのかも全く分からず、けど皆さんからの温かいメッセージに励まされ、お送りした第1回だったんですけど、なんと今回はそんなカオスの宴の中に大御所の先輩方、もう先輩って言っていいのか、もう先輩とは言っちゃダメなぐらい、大先輩が今回この宴に参加します。今回もですね、全く出口はありません。テーマもありません。ただただ5人集まって酒を飲みます。それを垂れ流しします。それを皆さんただただ見てください。じゃあそんな感じで始めましょうかね。始めましょう。カオスの世界へようこそ。金子昇です。始まります。
けたらお聞きください。というわけでですね、もう早速宴が始まっております。そんなわけで画面右側からバンさん、そして森次さんに今日はお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。これもう酒飲まれてますか？もう結構できてる。ちょっと怖い。なんかトーク番組っぽくなるのが嫌なので、普通はここで僕が、今日は MC だとすれば、MC の僕とか普通なんかアシスタントのアナウンサーとかが、なんか自己紹介のこうプロフィール的なものを読み上げてくれるんですけど、本当に大御所の先輩方に申し訳ないんですけど、各自で自己紹介してもらってもいいですか？バンさん、まずこれ多分皆さん知ってるかと思うんですけど、知らない人でもいらっしゃると思えるので、なんとなく人となりをこの見てくれてる人たちにこう言ってもらえると助かる。はい、わかりました。お願いします。はい、とりあえず、地蔵人間機械団、それから稲妻、それから忍者キャプター、バトルフィーバー J、 ずいぶん多いね。すごいっていうか、もうちょっとだいぶ見てますね、僕。どこまで続くの？いや、だからこれ、いや、一応は東映さんの作品ですね、作品的には、それ一応とりあえず主役が3本と、あと準レギュラーが1本、準レギュラーってどれが準レギュラーですか？バトルフィーバー J、 途中から入った、途中からバトルフィーバーは、入った。バンさん、どんな役でしたっけ、バトルフィーバーって？あの、ジン・マコトってコサック、バトルコサック、あれって途中からだったんですか？途中で、あれ僕最初から見てたんですけど、子供ながらに、途中で交代になってる。それでだから交代になった？そう、それどういうことですか？誰かいなくなったってことですか？いなくなっちゃったかな。それめっちゃ聞きたいんですけど、これ自己紹介のところから食いつく要素めっちゃバリバリありますね。時間足りなくなっちゃう、いなくなっちゃったんで、途中で番長空いてるかいって言うんで、それで空いてたらちょっとこれやってくれないって言うんで、で、コサックで入ったんですよ。コサックで入った。めちゃめちゃ印象。それはでも主役じゃないんだろ。これは一応、コサックって役やってた人がどっか謎の失踪したの。謎の失踪、あんまりちょっと詳しいことも言えないんですけど、いやいや、まあ、僕は分かりやすく言うと、多分クビになったんでしょ。クビになったから、いやいや、いらないよって言われた。違うんですか？クビじゃなくて、クビじゃない、自分で自ら、そうですか。いろいろあったんですね。いろいろあったんですね。じゃあそのいろいろあったのは後日僕がこう内緒に聞いて皆さんにお伝えしますから。暴露しちゃう。暴露しちゃいますか。いや、でもね、これは上原さんって、だから作家のね、シナリオライター、上原正蔵さん、もちろん宇多田さん、書いてるね、先生が大変評価してくださって、ジン・マコトが入って非常に良くなったっつって評価をいただいたんですよ。金子さん、その話めっちゃ長くなるんですか？そうですね、確かになるかもしれないですね。多分金子さんの段階では断りづらいと思う。そちらで言ってくれまっていいですか？はい、僕のバンさんに言うのは結構プレッシャーなんですね。そうですよね。まあそんな感じでバンさんです。そうです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、続いて森次さん、すいませんが、自分の人となりを説明してもらってもいいですか？すいません。ウルトラセブン、諸星ダンをやっています、森次浩二で存じております。ジーヤーポ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 ー、さすが。最初からいただいちゃっていいんですか、これ。うるさいな。ちなみに森さん、お二人は面識はあったんですか？面識はね、結局ね、いや、東映じゃないですか、バンさん言っても東映じゃないですか。俺はね、つぶらえプロ派。僕たちもどっちかというと東映なんですよ。東映です。僕は東宝も入ってますけど、つぶらえではないですよ。でもそのヒーロー関係は、そうですね、東映だろ。大体東映です。で、俺一人今日はつぶらえプロ代表だ、にもかかわらず、どっかでこんな話をしてる中、おい、カメラ前横切るな。シャッターしますか、ひどい。
小川さん。何これ、お疲れ様。ちょっと全く色が黒すぎて映ってないですからね、はっきり言って。どこの人？いや、あのですね、あんまくりしちゃった方が良かったんじゃない。カクレンジャーっていう戦隊をやってた、うん、あの小川と申します。小川と申します。そう、ずっと隠れててもらえた。隠れてたのね。いや違うんですよ、向こうで演出がお前出ていけ出ていけ、あの会話の邪魔して出ていけって言うから、いや無理ですよって言ってるのに出されたんです。仕事で押してたんでしょ、だって。それは全然、さっき来たばっかりで遅くなったんです。遅くなったんです。すみません。すみません。ね、人のせいにしましたから。僕無実です、みんなに。まあ、そんな中で僕たちも全員東映で、バンさんも東映で、で、つぶらやの森津さんがいらっしゃって、うん、で、そのバンさんとの、その付き合いとかってあったんですか？いや、僕はね、はい、やってますよ。やってる？やってます。あの、まあ、あの、つぶらやプロもやってるよね。つぶらやもちろん。あ、そうなんですか。つぶらやさんは、はい、グリットマンっていうのを。グリットマン、グリットマン。これ知ってますか？グリットマン、名前が。先輩たち、人の話聞いてますけど、何見てたんですか、今。グリットマンね。グリットマン。これも一応レギュラーでやらさせて、はい。あ、そうですか。つぶらやさん。意外とね、つぶらやさんの作品はこれ、あのウルトラマン出てるの。森内さん、スーザーの後のね、はい、世代、あの、まあ、90年、昭和1990年かな、大学生、ね、昭和の時代だね。そうですね、あの後にカイリーマン、カイリーマンじゃないですけど、もっと新しい、ウルトラマン太郎。そんな感じでちょっと全員揃ったんで、改めて乾杯してください。はい、これ別に無理して喋らなくてもいい番組だと思うので、あの飲みたかったら飲んで、喋りたい時に喋るみたいなスタイルで、よろしくお願いします。乾杯。皆さんも乾杯。どの乾杯？飲んでますか？僕らそっちで自分で作ってもらう感じでいいですか？冷やし物はこっちにあるんで声かけてください。はい。ちなみに、あの僕たち前回3人で、うん、まあ、こういうどうでもいい、たわいもない トーク番組をやって、どうでもいい、一生懸命やりましたね。やりましたか。ざっくりニックネームなんかがつきましたかね。ああ、そうだ。ついて、あれついたって言っていいんですかね。もうスパッツマン。スパッツマン。スパッツマンだ。ニックネームスパッツマンだ。あー、そう、はい、なんかわかんないけど、なんで意味があって、僕もスパッツが好きなの。カクレンジャーの時にスパッツを履いて出演してたんです。それで、ケイン小杉が出てたんですけど、ケインがずっとスパッツマンって呼んでたので、スパッツマンにしようと。はい、すいません。もちろんなく。でも動きやすくていいよね。そうですよね。助かりますもんね。動きやすい。ね、楽だよね。はい、そして、和田という名字なのから多分おそらくできたワンダーという。それしかありません。そうだったんだ。ワンダー。こら。で、僕が金子を登るっていう、登るっていう名前から、夜のお店のお姉さんたちが僕を登りんっていう風なニックネームを、はい、なので僕は登りん。登り。可愛い。ショータとか。可愛いね、登りん。ショータとか。ショータとか言われなかったですね。もう完全に登りんでした。はい。はい、飲み屋のお姉さんたちはノボリンって言われてます。今日いないわよ、女の人。そうですね。今回は多分この番組に女性が来ることはないでしょうね。これ来たくないだろうな。え、ちなみにスタッフね、募集してるからもう。あ、そうだ。あ、そうですね。スタッフが来てもここにほら、座る子あるか。あるかもしれないですね。共演。そんな感じで、バーンさんとかってなんか昔、あだ名とかあったんですか？森津さんも。ニックネームみたいなのとかあったんですか？俺はね、アウちゃん。アウちゃん？アウちゃん。なんでですか？アウちゃん。なんで？赤ん坊の頃よ。赤ん坊の頃。すごい昔です、ね。戻りましたね。随分赤ん坊の頃をついたあだ名っていうかね、ニックネームはアウちゃん。アウちゃん。なんでアウちゃん？何ほら、子供の頃ってさ、これ口元で泡こう。ああ大ちゃんとかなんかどういう感じで なかったんですか？大さん。大ちゃん。大さんとかって言われないよね。だってバンっつったらバンダイさんになっちゃうからさ。ああ。そうだよ。確かに。バンダイさんでね。結構書き込みも入ってるんで。入ってますか？バンダイさん。めちゃめちゃ本当だ。すごい書き込み来てる。
本当に暇な人たちありがとうございます。なんてこと。なんか飲んでる飲んでるって乾杯相手人がいっぱいいますね。乾杯乾杯乾杯よ。いやいや、こうやって見るんですよね。だからね、ありがたい。あんまりそういうニックネームってだからさ、昔あのいやあの子供の頃のはいね今、うん、俺は俺なのもう子供の赤ちゃんの頃ね。それは本名でありますよ。はい、物心ついた時はあだ名ないね。えそのじゃあもうその大人になって役者やり始めてからのニックネームみたいなのっていうのはなかったりしますか？あるね。あった。いやないですよ。ないね。まあまあまあ、最近気になってるのが、はい、バンって訳すと、はい、英語で訳すとね、禁止とかってなんだよね、禁止。禁止？そうするとね、禁止ってあの、やめやめ。ダメの禁止、ダメだ。そうそう、ダメとか。はい、禁止大輔とかって感じ。へえ。バンってね、禁止とかっていう。そうなんですか。そうだ、このバンっていうの。BAN が。V なかったな、V にすればよかったな。え、バンって本名なんですか？いえいえ、これは、そう。これは石森章太郎先生が。つけたの。そうです。いただいたの。すごい。すごいだから由緒ある名前なんだ。そうなんです。それを、それを途中で、あの変えた時期があって。変えた時期があったんですか？勝手に変えちゃったんですけど、それは先生にお願いして、あの、うん、ごめんなさい、どうもすみませんでしたって謝りに行って、それでまた元に戻したんですか？はい。あの変えた名前はちなみに何だったんですか？変えた名前は何だったんですか？変えた名前は直哉、万直哉。あ、下の名前は変えた。下の名前は。じゃあ禁止直哉は変わらなかったわけですか？はい、すみません。助かりますよ。ワンダ助かります。そういうぶっこみ助かりますよ。めっちゃ面白いですよ。金子さんの服を欲しがってる人に意外と。俺の服？あ、金子さんじゃなかった。小川さんね。小川さんの服。これが、そう、これあの、これどうしたんですか？これもう、ロスでもらってきました。かっこいい。これもなかなか。え、これ、これ何？これ、あ、これがカクレンチャーのモチーフなんで。カクレンジャーって丸と棒だけだったよね。丸と棒って確かに失礼。ほとんど考えてない。汗かけすぎでしょ。でも向こうの海外の人たちってこういうのを多分個人で作ってるんですよ。これ自分で好きで作ってきてて、でそれをね多分プレゼントしてもらったんですよね。あのプレゼントしましょうか。いらない。もらったんでしょ。いらないも着たやつでしょ。だってなんでそんなそう突っ込みしてんの。いやいや、多分欲しい人はいらっしゃると思いますけど、いらないとか、いらないとかないから、書いてね、本当にいらない、本当にいらないとか欲しい。これいくらで販売しますか？じゃあ、うん、いくらで販売しますか？なんでそんな汗かいてるの？熱い、熱いんだ。だからほら、それは市販されてないの？市販されてないの？あ、ないのか。はい、パワーモヒコンで売ってたんですか？そうそう。じゃあ今日見てる人にサインしてあげちゃえば。意外と欲しいっていう人。本当ですか？来てるんですよね。来るんですよ。サインしてあげちゃえば。欲しいって人がいる。明日さ、赤祭り16だから、これ持ってっていいですか？あ、そうしますか。それいかないけど。そうだ。見てる方で赤祭りいらっしゃる方。じゃあこれ持ってきますからね。うわ、すげえ。サイン入りで3万まで出せますとか言って、もう本当にちょっとやめて、こういう数字を出すのすぐ乗っかかるから、うちの小川さんは。じゃあ私を通してください。ぜひ私を通してください。やめてください。だからもしあるとしたら、こういうのプレゼントしますからね、皆さんね、はい、この番組が盛り上がってきた時には一斉にプレゼントしますから。プレゼントするから寄付してくれみたいな感じですから、この番組に。超低予算番組ですからね。そうですね。小川さんもつけます。俺も。そうですね、小川さんもつけましょう。いいですね、それはいいですね。3日ぐらいつけます。プラス技もこれでもつけましょう。熱苦しい。あと、あの1回目と同じように3人の方には、またいつものように後ろにスケッチブックが置いてある。何ですか、何ですか。思い出ししたら確かに、確かにありましたね。これ和田さんの。あれ、これ俺の。何ですか、これでいいんですか。これ僕たちじゃなくて先輩たちに読ました方がよくないですか。結構命知らずじゃない。はい、じゃあみんなから出しますか。じゃあ和田さんから行きましょうか。和田さんから行きますか。はい、和田さん急出ししたら必ず言ってください。絶対絶対番組登録忘れずに、グッドボタンもよろしく。ってこれ、ま、前と一緒じゃないですか。これ、ね、はい、たまたま。次は、じゃあ、あのごめんなさい、その後に、じゃあ、あの僕が勝手に好きなんで言わせてもらうと、あと多分あの森次さんがご存知なんで、はい、あのそのヒーローだった時の、あの決め台詞もその後言ってください。あ、これ言った後にですか。はい、それを言った後に、あの編集の時の決め台詞。長いんですけど、どこにしようかな。で、それを森次さんがちょっとピンとこないなって場合は、はい、こっちに立っていただいて、別カメラで撮るんで、動きでやってもらいます。
はい、森爪さん審査員で。普通に罰ゲームですよ。本当に。浴衣着てくるんじゃなかったっていう。それまでにちゃんと飲んでてください。それになると、後で帰るときつらくなります。さらにヘロヘロじゃないです。飲まないとやってられない。次飲んでもいいですか。飲まないと。どうぞどうぞどうぞ。何されますか。で次誰？同じので。あじゃあ次は誰出します。どれどっち出しますか。お母さん。この前あそれが落ち、それ落ちっぽい。そうだな。俺これが落ちっぽい？あそれ落ちにしちゃダメ。いやわかんない。これで落とせるかどうかの俺は自信がないですけど。お母さんもモリンさんいける。ゲスト大募集、ボランティアスタッフ大募集。詳しくはオフィシャル。Twitter まで。なんで Twitter やアメリカ帰りなんだよ。なんだすいません。ほら、落ちない。これ、長くないですか一言コメントにしては。なんかね。で、僕いきますよ、はい。こちらもボランティアスタッフとお金持ちのちゃんと消します。これ違うページ使いましょうよねえ、お金持ちの未亡人の方、特に。それ誰得なんですか。これ日本語おかしくないですか。いや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 。ボランティアスタッフとお金持ちの未亡人の方特に。日本語がおかしいですから。美しくはなくていいんだ。いやだって消されてますもん。まあね、上はマジですけどね、下ちょっと言わされてる感じですね。美しくしになってる。いいからき。もうね。どんだけざっとしてるかっていう言葉もバレバレですよ、ね、すいません、皆さんおそらく言いたいのはボランティアスタッフが欲しい、うん、そして、お金持ちの未亡人の方がそのボランティアスタッフに入ってくれるとより嬉しいっていうことを、はい、言ってるんだと思います、はい、よろしくお願いします。でもマジで嬉しいです。こんな方はいらっしゃらないと思いますが、顔に上げてるから太鼓の人は未亡人の人です。未亡人の人ですね、わかりました、はい、いるのかな未亡人。いるいますか。未亡人がいいですね。いやそれ響きでしょ。限定なんで響きだけですよ。韓国の好みじゃないですか。本当にお金持ちの社長さんとかそういうのはもうどうでもいいです。本当ですか。未亡人が分かりました。すごくない。だってここにこう未亡人が5人ぐらいいたらすごい華やかな感じします、ね。まあ、それはそれでちょっと面白いかもしれないですよね。全員衣装黒で、はい、ここまでのレースの、あーはーはー、ここまでね、ここまで顔がこう隠れてるレースのやつね、よくありますね。それで飲み会なのになんか針の虫の的なの。次の欲しい方は取りに来てください。あ、冷たいのですか。冷たいの。はい、セルフですか。あ、行きましょうか。こっちからわざわざお持ちはしません。何を。あ、すいません。和田さん、僕もビールを。あ、俺もビールも。はい、了解します。あ、先輩方は大丈夫ですか、まだ。まだ大丈夫ですか。うん、これ開けましょうか。それ。はい、ありがとうございます。どうですか、2回目ですけど。これ、金麦って何よ、ビールなの。これ、ビールです。ライトのビールです。はい、これ、ビールです。発泡酒。発泡酒。そうですね。生まれます。美味しいとかっていう。金麦美味しい。どんな味ですか。金麦って美味しい。もう、ほぼほぼビールですよ。え、初めて。生まれて初めて飲む。美味しいと。味見してみる。はい、どうぞ。バター。これは、和田さんが今、取りに行ったんで。あ、うまいね。あ、美味しいです。はい、いい人っぽい。うまいわ。ありがとうございます。こういうところね、カッコつけるんで。違う。いい人ぶるんで。ほら、これ美味しい。あんまりないんですけど、和田さんだけ浴衣ですか、ね、いや、本当に今日いいですよ。そういう、こういうの僕好きですよ。いや、だから浴衣だから本来一番涼しいはずなのに、なんで一人汗かいてるんだ。だって暑いんだもん、ここ。暑くないですか。いつも僕ね、汗かいてる。和田さん、暑いです。で、こういう、いいです、いいです。こういうね、まったり感がね。浴衣で。ね、はい、ちゃんと用意してくるっていうのは素晴らしいです。素晴らしいよね。ですよね。せっかくあの二方とご一緒しているので、うん、なんかね、交流を持ちたいです、ね。いや、持ちましょう。なんか、どんな交流、腕相撲でもしますか。おっと、っていうかね、本塚さんは多分よくお三方を知らないと思うので、バンさんは知っていただいてるってことですか。バンさんは同じ東映です、ね。まあそうですね。バンさんも、いや、じゃあもちろんバンさんも僕の大先輩に当たるじゃないですか。バンさんは、はい、だって主役作だけで。3作ぐらい東映で、半端ないですね。すごいっすね。うん、古いだけだよ。古い、作品的に古いだけど。けど僕、モロ見てました。ねえ、俺もすごい。あ、モロ見てました。モロ見てました。あ、そうです。世代だから、僕はバトルフィーバーはリアルタイムですね。はい、リアルタイムです。うん、結構、ノボリ見てるね。僕見てますね。けど、ピカイダーとかは再放送ですね。あ、はい。俺はリアルタイムだったから、機械弾もウルトラセブンもリアルタイムでしたね。ウルトラセブンも、もうあの再放送で、まさに
あれさっきの森次さんのこの聞いてないでしょ、もしかして何、うん、変身の会話だから森次さんが見てみたいなっていう変身ポーズの人がいたら、うん、それなんか変身ポーズみたいなのあんの。いや、あります。みんなあります。和田があります。ちょっと、あれ、おい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 、すみません、今日は和田君が一番いいってこと、かっこいいってこと。そうですね。もう本当にかっこいいです、一番。じゃあ、和田君にちょっと、今日は浴衣の閉店からガラガラ、いらっしゃいって感じ。天才だ。天才、天才、やっぱり天才。いや、へぇ、その場合、こっちへ。これ、座ってはできないできない。はい、できないです。すごい動くんですよ。前でやる。動く。いやいやいや、はい、これちょっとでもあちょっとはだけちゃった。大丈夫です。お願いします。いや立ってこっちですか。あの、うん、自分はですね、うん、今から25年前の地球を1年間、うんはい、カメラにケツを向けるってどういうことなんですか。え？いや先輩にちょっとお尻向けるよりは、うん、ああ見てる観客の方に。すみません。25年前の地球をですね、はい、1年間あの、うん、平和を守るように仰せつかって、はい、オーディションで受かって地球の平和を守ってました。五星戦隊ダイレンジャーという作品で、ユーレンジャー天火星亮という役をやっておりました、はい、うん、ちなみにまだ変身ポーズやる前に、はい、どんなこう名乗りのこのロゴ、ロゴ言葉かだけ何人グループで何人グループですね。グループは今日かウルトラセブンはね隊員っていうか1人ずつ、はい、仲間っていうか僕たちの前の年からだいたい6人1人目だいたい5人ベースで5人追加で1人増えるっていうのが。それ女性も入ってるの。それはあ入ってない。変身はみんな一人一人そのあそのグループにある女性入ってますよ。入ってる。一人います。一人、はい、1人いるの。こう言ってんだね。女性も変身するの。女性も変身します。はい。そこカメラは別になります。あ、それですね。はい、いやもうでもこれもいや大丈夫だよ。ちなみにそのどんな名乗りなんて、軽く名乗る。気持ち入れずに言ってください。変身は、うん、気持ち入れる。気力転身。気を使う。中国憲法の使い手だったんですけど、気力転身、オーラチェンジャー、オーラチェンジャー。何を笑ってんの、お前。一生懸命説明して面白いから、ね、だって分からないですよ、ね。気力転身、オーラチェンジャー。はい、それを言うわけ。そうです。ここの転身する前に。はい。棒につけてるブレスで、うん、こうピャーッとやる。じゃあ、気力転身、オーラチェンジャー、よろしくお願いします。なんか俺、罰ゲームじゃないですか。大丈夫、大丈夫、全然。本当にやるんでしょう、ね。やります、やります、やります。俺ら簡単だ。はい、やりますから。これ、見てます、見てます、見てます。見てます、見てます。見てます、見てます。期待値ものすごい。いやいや、はい、大丈夫です。知らない人もいるのかな。オーラチェンジャーだけで、はい、その後は今日はね。え、その後も何かあるんですか。何ですか、その後って何ですか。その後は僕ら、その、ね、砂乗り。砂乗り、砂乗り、砂に乗る、波乗り、砂じゃない、波乗りでもなくて素で名乗るって僕らそのあ砂乗り、新しい初めて聞いた、初めて聞いた砂乗り砂乗り今度から言います、言います、いやいやだから砂乗り、俺砂乗りするだってキャラクターさんに変身するじゃないですか、はい、しますね、で僕らのその47、8はちょっと正確に覚えてないんですけど。はい、そこでこうどうしても変身できなくて、僕たちがキャラクターさんにならないでそのまんまあの名乗りだけやっちゃうっていうパターンもあったんですか。時があった。ちなみにその、何度から何でしたっけ。ん全然覚えてない。天火星亮、天火龍レンジャー天火星亮っていう、天火星亮、天火星亮ちょっと天火星じゃないからね。どうイントネーションが違うから、もうバンさん合ってるから、すいません、もうダラダラしちゃって。こいつなんだと。バンさんが飽き気味なんですよ。変身はみんな変身するでしょ。そこのカテゴリーは気力転身、オーラチェンジ。それ変身しなかったっていうのはなんだよ。変身できないアイテムを取られちゃって。それ意味なくない。いやいや、だいたいほら物語の都合上もう盛り上がるポイント作るわけさ。あ、なるほどね。あるでしょ、それ名乗りたかっただけ。違うでしょ、そういうのないでしょ。いや、多分名乗りたかったですよ、ね、伸ばせば伸ばすほど飽きちゃうから。バンさんがもうなんかそういうのは祭りで言えばいいから、つまんないなんかあのテレビを見てる。いやいや、つまんないテレビを見てる。自分でさ、はい、やってたから。ああ、俺の場合は7人だからさ。あ、そうか。あ、それでこうやってた忍者キャラクター。でもその頃はまだね、こういうそのアイテムがないから、うん、ダメだったの。へえ。なんかね、編集するの。忍者キャプターも面白かったですね。アイテムなかったんですか。何もない。もう身振り手振りでしょ。そう。手振り。狂って回ったら編集しよう。狂って回ったら編集。
もそうでしたよね。そうだよ、あの当時はみんなそうだよ。でというわけで、だからやってる、ちょっとポーズやってちょうどいい。もうめっちゃ上がってますよ。いやいや、後半戦はやらないってことですか。後半戦は今日はちょっと今日はお休みってことですね。もう足もこれしか上がらないってこと、はい、そうですね。足も使うわけ、足も上がるんですよ。硫化天かす、硫化天かす、硫化天かす、その前に気力転身オーラチェンジャー、気力転身オーラチェンジャーで、みんなパーンと変わっていいのかな、こんな尺使って。あ、いいですよ。それでキラーンとみんななるでしょ、大体、はい、番組的に、はい、それで、リュウレンジャーなんちゃらかんちゃらって5人名乗って、これってもしくは6人で、これ聞いてんのか、こらクッキーどうでもええんじゃん、こら開けます人が言ってんだから。で名乗って最後に、ほら、カオレンジャーとか、カクレンジャーとか、ありましたね、はい、すげえどうでもいいリアクション、はい、ありますね、ありますね。やるでしょ、大レンジャーって言うんですか。それで、そう、分かってんじゃないの。五星戦隊、天に輝く五つ星、五星戦隊大レンジャーまでパッケージなんですよ、はい、だから相当長くなっちゃうので、じゃあ前半だけね、端折って。前半に相当長いけど、前半だけで変身できるんですか。でその記録転身オーラチェンジャーで、まあ、スパークして、記録がスパークして、はいはい、いつもはその後、結構頑張ってやるタイプの人なんですけど、はいはい、そこを今日はやりたくないみたいですね、はい、先輩には見せられないってことみたいです。けどいいですね、長いから前半戦だけで強化が、はい、レッドやってたの。僕レッドです。元はイエローだった、はい、僕全員レッドなんですよ。全員レッドなんですよ。そうそう、まあ、ね、はい、ちょっと初めて聞きました。じゃあ罰ゲーム第一弾、はい、大レンジャー行ってみましょう。罰ゲーム言っちゃいますけど、はい、3秒前2、1。ちょ待って、ちょこれ言いくぞーって大体ほらおーとかあるじゃないですか。それ自分で自作で自演でお願いします。そんな僕は手伝わないです。みんなだってみんなやるんだよ、この次。やります、やります、いいぞ、ああみたいな、はい、やります、やります。それも自作自演でお願いします。自力でお願いします。いや、ちくしょう、マジか。いきます、じゃあいきますよ。いや、やらないの。ワンダいきますよ、いいですか。はい、自分で気合い入れてくださいよ。3秒前2、1、どうぞ。みんな、テイクオーバー。くそー、ガオレンジャーでした。もういいみたいなね、みたいなふざけ方をこの前回もやったんですもんね。いやー、やられた。罰ゲームをか、ちゃんとする。罰ゲーム食われるって初めてじゃないですか。あの、チャンネル登録よろしくお願いします。だからなんでそんな一人だけ汗かいてる。で、暑い、暑くないの。全然暑くない。おかしいな。まあね、返信はまだほら、これからいくらでもいろいろ機会あるじゃないですかね。だいたい俺、映ってないもん。完全に見切れてます。これ小川さん、完全に見切れてますね。これどういうこと、はい、これ、カメラこうアングル変えてくれますから。そうそうそう、はい、ああ、はい、変えてくれます。ああ、なるほど、スイッチングが入って、できるんですね、はい、やっと出てきた、はい、さっきだから和田さんがずっと喋ってる時、俺ずっと見切れてたってことですね。うわ、最悪。声だけだ。声だけですね、そういうのは。あ、それがいい。あ、そういうの。もう次は誰。あの、まあこんな感じで、あの、モナコ今やった。僕やりましたね、なので。あ、なるほど。あの、でも和田さんやってないってことでしょ、まだ。いや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 、もうあれだけ引っ張ってまだ罰ゲーム残ってる。まだ後でやると、うん、一番あの辛いパターン、やったぐらい汗かいてるからいいじゃないですか。加山さん美味しいわ、やっぱめっちゃ面白い。和田さん、あそこで入れとくのはもう辛いのもうここで。和田さんめっちゃ面白いですね。エルボー入ってました。ガンワクセン、いいタイミングでボーンって。いや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 、で、てるちゃんは。え、いやいや、本当にあの、小川さんやってくださいって。完全にこれやりにくい。これめっちゃやりにくいですよ。これめっちゃ俺小川さんがやるとき、誰ももう喋んないんで、ノーリアクションでもう淡々と一人だけ一人芝居みたいに、うん、っていうのが一番辛い罰ゲームっぽくなります。うん、誰も食いつかない。小川君も何で、それポーズやる。僕あの、インドみたいなの持ってて、こうなんかスーパー変幻ってやるだけなんです。お、そうなの。そうです、地味な。だからあの、同じ系というか、それでスーパー変形でドローンチェンジャーって言ったら終わります。優しいね。優しいね。でもそれずるいな。それも忍者なんですよ。あ、忍者なんです。そうなんです。だからそれもバンダイさんの売り物なんです。そうです、そうです。これは売り物なんです。このインド売り物なんです。またしかも最近再販されて、大人バージョンで1万いくらする、結構高いバージョンが出て、それがすぐ売り切れたみたいなこと言ってました。はい、以上終わりました。ほら、話じゃないでしょ。いやいや、一応やったから今。
やりましたね。優しいのやりましたね。これやったって森杉さんがおっしゃってなんかやったけどなんかあんまりわかんない。はい。ね、でも森杉さんもねアイテムがあるんだから。ああそうですよね。いや俺は簡単だもんこうやって。違う。これちなみにこれ今時計はめてる時計ってこれセブンの時計なんですか。そうですよ。うわ、いやそうかなと思ってたんですよ。G-SHOCKなんですけど。ほら。うわ。いや本当だ。ごめんなさいねちょっと。特製じゃない。すごい。限定ですよね絶対ね。そう。黒もある。黒星の M ですかこれ。絶対違いますね。違う。これは違うで。諸星の M はこれコスチュームに入ってないですね。入ってない。そう。日本名ですね。諸星関係ない。そうかそうか。これはもうあの森重さんの場合はこれ。つぶらさん。これじゃあ。あれ。これ。もう出したら足りない。まあそりゃそうですよね。いやこれマジですごいよ。いや僕たちもないです。ないです。マジでこれすごいよ。わ何ですか。わ来た。これ新しい老眼鏡じゃないですよね。本当に殺されますよ、皆さん。本当に。ごめんなさい。すごい。これを新しい老眼鏡だったら世界中から殺されますよ、本当に。でもね、これこの形で老眼鏡出たらこれ売れるんじゃない？もうあります。ある？え、もうある？この形で老眼鏡がある？え、今なんか流行りのなんかありますよね、ルーペ。ああ、ね、はずきルーペ。はずきルーペ、対抗できるんじゃないですか？セブンルーペ。すげえな。これもっと有名的だけどね。これやっぱり本物はですね。本物これは本物なんだけど。いや、老眼鏡だって。老眼鏡はもっと平面的。あで、ちょうど耳に触れるところもあるんですもんね。ウエストどっちがあるのか。それそれ。これがこれで合ってます。これが変身用のやつ。ああ。変身用のこういうポーズするって。そう。なんか離れ目になりましたね。離れ目になりましたね。これだからこれが本当に。実際使ってたでしょ。じゃあすいません、まあ、そうですか。本当に申し訳ないんですけど森瀬さんちょっと持ってもらってもいいですか。じゃあこうやってチュー。おー、この中心を持ってくるのが難しい。なるほどね。なるほど、はい、合わないですね。確かに合わないとずれますよね。ずっとこうアップできてるから、はいはい、これ合わないですよ。チュー。合わない。ちょっとずれるともう一回。すごいね。つけまつげつけてるみたいに見えた、ここが。まぬけに見えるな。ちょっと可愛かった、今の隣に見た。ちょっと恥ずかしくて。これほら、これにさ、なんかまつげが本当見えて、可愛い。いいからやりなさいよ、あなた。やれないでしょ。やれないんですよ。ね、結構本当離れてるんですね、これ。ジュー！今目が当たっちゃいました、今。いや、これ難しいですね。本当難しいです。あ、でも、あ、ちゃんとやると見えるんですね。簡単そうだけど難しい。いや、でもこれ本当に、ね。で、これ押さえてないから、ずっと。はい、こう離して、こうなってる。それ離した時どうするんですか？だからそれはやっぱりいろいろ工夫するわけよ。これくっつくんですか？両面テープとかですか？そうだね。だからそれが大変だった。へこれを持ってる時はこれでいいんだけど、はい、これ外してグーッとなるわけでしょ。え、最高でどのぐらい NG 出されたんですか？いやー、4、5回やったと思う。もちろんその頃はもうフィルムで撮ってますよね。フィルムですよ。皆さんの中でフィルムじゃない人っています？全員は僕もフィルムです。そうですね。僕の世代のそうか、ガオもそうなんだ。そう、ガオまでがフィルムなんです。フィルムか。僕の後からはもうそのビデオなんですよ。ビデオか、はあ、やっぱりね。なのでフィルム鍛えられました。めっちゃ怒られました。 NG 出した。どこに顔面をつけてたんだ。それ合ってるよ。それ目つぶって。いや、目つぶっちゃいますよね、これ。いや、つぶったらダメだ。え、開けたままですか。開けたまま。いや、あれできない。だからつぶらやプロっていうんですよ。本当につぶらやからも殺されますよ。和田さん、完全にちょっと飲みすぎたんじゃないですか。帰った方がいいですよ。ダジャレがいまいちなところあります。まあいつもですね。いまいちが怖いかどうか。いや、これすごいですね。僕あの本当に小さい頃こういうのを作ってた気がします。ああ、うん、自分で憧れて。そう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 。
でも何気に一番好きだったのはセブンであのちゃぶ台を挟んでこうなんか成人とこう話すっていう、これは何だって思いながらずっと見てて、何ですかそれ、ちゃぶ台を挟んで 何してるの、え、話し合いをして、誰とですか、メドルの成人、ねえ、うんうんうん、あれがね、未だになんか何でだ、これは何なんだろう、怪獣とそうそうそう、ちゃぶ台を挟んで話して、こたつでしたっけ、ちゃぶ台でしたっけ、ちゃぶ台だね、ちゃぶ台ですよね、うんうん、めっちゃシュールじゃないですか、4畳半みたいな部屋の中で、うん、2人で向かい合って話し合いをしてんの、ちょっとエコーがかかった感じとかだよね、多分ね、うん、その怪人覚えてないんですけど、ね、あ、覚えてない、そう、絵だけかそうそう、印象がね、あ、でもそんな人間のある作品だったんですね、ね、そうですね、いや、本当にそうですよね、よく言われますよね、まあ、でも機械でもそうですよね、機械でもすごいなんかこう、なんていうの、テーマがめちゃくちゃ深くて、なんか子供心になんか大人の番組だなっていう気がしてます、ね、いや大人そういう作りをしてたね、え、なんか昔のものって本当にすごいな、うん、え、ちなみにばあさん一番あのやってきたやつで簡単な変身のやつって何かありますか、どれだ、今までこれその何作品やって一番簡単な、だから忍者キャプターが一番簡単、忍者キャプターくるって回れ、いやでもせっかくばあさんもいらっしゃるし、ばあさんはお酒飲めないから、ああ、うん、ぶっちゃけ調べなんですけど、はい、やっぱ見たいんだったらあのまあ、機械だ多いと思うんですよ、いや機械だ稲妻はちょっと見たいと思いますよね、うん、だいぶあれ僕世代だったんですけど、僕見たいのは意外とああの稲妻の方なんです、稲妻ですよね、稲妻見たいですよね、機械だって結構 YouTube とかで見れちゃう、ね、見れちゃう、そう、稲妻って意外とレアなんですよ、で稲妻の編集ポーズって当時としては結構かっこよかったんですよね、当時としてはっていうことは要は今としてはあんまり編集ないんですよ、それ今から本当に俺がビルかけますもんね、またね、はい、サナギマンというのがいてね、いました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 、サナギマンは、はい、長力、はい、将来、長力、将来、長力、将来、長力、将来、それで、はい、稲妻は剛力、将来、おお、当時はかっこよかった。これを、いやいや、本当に悲しいよ。そこ古い。いや、だから、これを考えたのが、はい、あの仮面ライダーの高橋一生さんという、うん、変身ポーズのライダーを、ね、はいはい、つけてた。ばあさん、別にあの罰ゲームをばあさんにしていただこうとは思わないんですけど、意外とレアなんで、立ってそこで。いやいや、立ってもらいたい。おー、すいません、よろしくお願いします。どうぞ、どのかな、ばあさん。あ、これ、いけるか。それでは、ばあさん、ここいけるか、いや、いけるのか、いやいやさなぎばんから、さなぎばんからお願いします、超力、将来、これだけです、おー、いい、やった見てました、当時見てました、それから、それでは、稲妻それで、まあ、いいや、とりあえずはい、お願いします、ゴーリー、将来、これで、よーお酒、お持ちします、何お飲みですか、これウーロン茶です、ウーロン茶、ウーロンハイじゃなくてウーロン茶です、ウーロン茶そこにあるんですよ、バーサーの横、本当にこれですか、いや、あれはだからね、はい、昔のあれって本当にね、簡単なのよ、ポーズが、はい、ね、それをでもかっこよくされるんですよね、そう、確かに仮面ライダーの初期は結構あれだね、いろいろありましたね、はい、やってましたね、そこにすごいですね、回してるってさ、あれはだから本当ね、早く亡くなっちゃったんですけどね、立石のね、高橋一生さんっていう人が全部仮面ライダーの、そう、変身ポーズだから、そう、やってたんですか、藤岡さんがやってた、そうそうそう、そう、一番印象にあるね、それと佐々木武とか、はい、はい、二代目で三代目が宮尾ちゃんじゃん、はい、宮尾ちゃんって、宮尾ちゃんってやってる、V3 はどうですか、 V3 はまたありますね、なんか似たようなやつあるんですよね、なんかやっぱりこうはい、ここがこういうやつです、ここがあるの、やっぱりこう、ありがとうございます、すみません、今の結構レアですね、ねえ、そこだけ切って、はい、あのさっきのデュアと、うん、それで金子さんのとこだけ、いや、和田さんが邪魔しに行こう、邪魔しに行こうとしてるから俺らがもう必死に止めてたんですけど、できるわけない、いや、そうそう、それでいや、だから今自分の話だけど、はい、今ちょうど稲妻の、はい、なんだっけ、ヒーローパネル、うん、パネルを今ね販売してるんですよ、バンダちゃんが出てるんですよ、あの結構レアなんで、あの150からしか数が出てないんで、はい、サインになってます、はい、割と値段も割り方リーズナブル、
1万ちょっとか、ああ、はあ、1万ちょいぐらいだから、これは持ってた方がいいと思います。ああ、そうですか。思います。ああ、思います、はい、だからもしこれ見てたら、ね、あの、うん、興味ある方はぜひぜひ、はい、じゃあ僕があの50代ぐらい、というのはね、はい、ちょっと、というのはこのシリーズがねこのシリーズは俺じゃないですよ。いやいや、このシリーズは、はい、あの割とハートからね、値段がピーンって跳ね上がっていくの。在宅ですか。そう。何の話。いや、だからそういう人もいるわけ。いますいます。例えば2枚買っちゃってさ、それで1枚は1つともう元が取れちゃうというか、そういう人もいる。150しかなかったら、なんなら100万ぐらい僕買ってもよさそうな気がしますけどね。いや、本当に、本当に。で、1万円を3万円で売ればっていうことだよ。ね、それはだからお金持ちの未法人です。だってね、機械だなんてね、機械だのやつも1万いくらと売ってたやつが、はい、今8万円ですよ。そうなんですね。そうなんですね。ヤフオクで。そういうの。そう。これ、はい、ぜひぜひ、絶対絶対絶対チャンネル登録お願いします。グッドボタンもよろしくね。ボランティアスタッフ、お金持ちの未法人、特にゲスト大募集、ボランティアスタッフ大募集、詳しくはオフィシャル Twitter まで。 Twitter さすがロス帰り。まあ、そうです、休暇するのすっかり忘れてました。いや、まあそうですねって、そんな落とし方ありですか。こんな一生懸命やってるのに。まあそうですね、まあ、あとはだから2人まだ編集ポーズしないと、ちゃんとしてない。いいですよ、もうやらない方がいいですよ、もったいない。あと2人っていうのは、このお二方って、いや、金子さんまでは、でこちら3名はされてますからね。もうやらない方がいいです、うん、取っておきましょう、もったいぶりましょう、一生させませんから。この番組で残念ながらしょっちゅうしてるんだな。あちこちでこの番組ではさせませんから。ここでやるほどですね。そうですよ ね、 すよね、よくやってるんですよね。ワンさん、ワンさん、はい、ワンさんのやつは取っといて、それは取っはい、取っておきましょう。明日もやる予定なんですよね。残念ながら明日はやらないって言っちゃえばいいんですね。いや、ね、どんな生すか。明日どこで何やるんですか。明日はね、新宿のロフトプラスワンでですね、はい、赤祭り16をやりますので、はい、2人は来ないですけどね。赤祭り16、誰来るんですか、その赤祭り16。もうすごいっすよ、もう。なんで2人来ないのかなってぐらい呼ばれてないし。え、まあ、言ってみたらつぶらやもん。いや、一応その戦隊くくりなんですけど、はい、でもお二人とも赤がちゃんと入ってらっしゃるじゃないですか。機械弾も半分赤ですからね。ですよね。ちょっとね、明日 の、 あのプレゼントにいいもの考えようか、考えてますよ今。キャラクターもだってカニって赤じゃない。赤ですよ、うん、ね、あ、カニ、あ、カニ、そうですね。だから大変だったな、うん、そうですね。キャラクターが実際は戦隊の走りなんですよね。そうです、一番最初なんですよ。へぇー、ハテサブローさんの。そうですよ。そうなんですね。そうです。へぇそのおかげでずっとつながってた。いやー、それはいや、本当に何年ですか。でも戦隊ものっていうのは何代続いてるんですか。今40、いやもう40年、すごいじゃないですか。40ちょい、いや50は言ってないですよ。50は言ってないですよ。僕たちが25周年で今17、8年経ったから、うん、42ぐらいじゃないですか。23ぐらいですね。ああ、そう、はい、長いね。そう、みんなに聞いたら早いですよ。今戦隊何年行ってますか。それとあと仮面ライダーは何代まで行ってますか、皆さん。なんか42。42です。42って書いてます。42です。ありがとうございます。早いアクセス。ライダーは？ライダーは何代行きますか。途中ね、抜けてから。だから戦隊ものってだけど走りっていうかさ、一番最初やっぱりゴレンジャーが一番5人なんじゃない。はい、うん、これが一番最初。そうですね。多分ね。はい、おそらくそうですね。はい。ゴレンジャー、ね。そこから数えたら42です。ね、はい。赤レンジャーは誠直哉さんが結構怖かったんですね、うん、僕子供は。そうなんですか。ご本人にも言ったんですよ。笑顔が怖いんですね。笑顔が怖い、うん、竹中直人さんみたいですね。そう優しい人の昔は必ず最後が静止画で終わるんです、はい、あのフィルムの静止画で終わるんですけど、赤の誠さんのアップの笑顔で終わるとすげえ怖かったです。子供心に来週怖いすごいトラウマでした。でも本人優しい人ですよ。いや、僕も映画で出ていただいてくれるんですけど、赤祭りにも来ていただいてますよ。めっちゃ優しい方です。仮面ライダーは45周年って書いてある。45周年けど作品的には何作ありますか、皆さん。はい、クイズです。でもこの前田さんが答えてくれそうですね。前田さんね、番組そっちのけで調べちゃうんじゃないですか。前田くるみさんが、うん、くるみくんかもしれないですけど、はい、前田くるみさんがあれですよね、あの未亡人だったら次ゲストで。前田さん、未亡人でしょうか。どんな聞き方だ。いやいやいや、
多分じゃなくてもいいんですよね。募集しますからね。特にですからね。でもそのゴレンジャーよりも、キャプターの方が前だったっていうことですか。いやいやいや、全然後ですよ、キャプターも。7人にキャプターは新しいです。ああ、そうなんだ。確か、うーん、キャプターはでもね、一回ぜひ見て。でも忍者だから僕の先輩ってことですよね。絶対そこでテンション上がってんだろうなと思って。そうです、一番熱いです。だからさっきのスパッツの味じゃないけど、はい、あのタイツみたいな。ああ、そうですよね。やっぱりそうなんですね。それ履いてやってから、やってたんだ、その衣装はと思ったの。入ってたんですか、スパッツ。え、だからスパッツじゃないんだよ。スパッツじゃないんですか。なんていうの、モマキマン。本当に本当にぶん殴りますよ。スパッツではないけど、竹本が植木職人が入ってた。それに正座した方がいいんだよ。タイツみたいな。タイツみたいな。まだあるんですか。まだね、これはちょっとね、ちょっと抵抗あったけどね。で、ごめん、平成は20作で、昭和は何作ありますか。まあ平成はそれはね、平成20作。今平成になって20作らしいですよ。うんうん、20年ずっとやって。え、平成元年からやってんの。あ、そう。あ、平成元年、ん、違う、2001年、2000年か2001年から始まった。あ、そうなんだ。そっから続いて、そうだそうだ、そっから続いて、銀河が次の年だったかな。今けど成立18年ですよ。うん、あ、20年までやるからじゃない。あ、なるほどね。うん、平成は平成20年まで。あ、そうかそうか、ってことでしょ。うん、じゃないの、ライダーが平成30じゃなくて20から平成20年までしかないでしょ、平成は。平成今30年だけど、あれ、平成30年、平成30年でしょ。だから平成は20歳、平成は30年で、はい、そうだ、そうだ、俺何を平成に分かんない。あー、なるほどね。酔っ払ってる。映画だけのやつがあるから曖昧ですねって書いてきてます。あー、映画だけのやつってあるんだ。なんで映画ね、だからあのテレビでリケードみたいなやつ放送はされてないけど、テレビは劇場版だけで入ってるやつだ。あの、あれだ、骸骨のやつ、仮面ライダーの。おばさんちょっとこれ取り引いてよ。これね、金子さんに飲ませたかったんですけど、昨日飲んじゃったんですよね。もう一口ぐらいしか飲んでない。ちょっと飲みすぎじゃないですか。ちょっと俺に飲ませなかった、先ほど。飲ませたかったのに。何ですか、これ中杯系。これ何かわかりますね。はい、何それ。ノボリンが好きなお酒って知ってたんですか。強いんじゃない、イタリアの酒じゃない。全然読めてないじゃない。え、キフワイン的なもの。え、ロックでいいんですか、これ。これも、まあ、東映の作品なんですけど、あの、昔金子さんと出会った時に会話をしてて、金子さんが松江作さんの映画とかドラマを、はい、好きですよ。で、あの、探偵物語、はい、探偵物語僕も大好きで、はい、で、探偵物語の中で松江作さんが飲むのはシェリー酒っていう酒しか飲まない。あー、これシェリー酒なんですか。で、その中で松江さんが飲んだのが2個あるんですよ。はいはい。そのうちの片っぽ。そうなんだ。で、飲んじゃいますね。あ、ありがとうございます。すいません。飲みすぎじゃないですか。もうほとんど残ってる。ウイスキーなの。シェリー酒。シェリー酒。シェリー酒。ワインのちょっと別版ですね。あの、結構酔います。酔うよね。あの、匂いだけ嗅いでください。うわー、これは効くわ。これは効く、効きますね。効く。でも 15% ですよ。いや、そうなんですけど。日本酒と同じぐらいですね。 15% でもじゃないですか。効くよ、パーセンテージじゃないと思う。ダメよ、ラッパ飲みしちゃう。ダメよって何ですか。何人になってきたの。ちなみにお二人はそのライダーとかそのカメライあのウルトラマンになったのはオーディションだったんですか。ああ、それを伺いたいですね。オーディションではない。オーディションではない。俺の前オーディションやったんだけど、いなかった。それちょっと森次さん、ちょっと後から話してもらっていいですか。そう、面白そうですね。バンさんどうだったんですか。俺もオーディションじゃない。オーディションじゃない。え、ちなみにですよ。その時代にオーディションっていうのはあったんですか。あった。あったんですね。面接っていうやつ。あったっていうか、そういう感じの人が誰から推薦されて。はい、会うそういう大々的なオーディションでなくて、はい、周りの人が推薦して、はい、あの何人かで会ってたっていうのが、それで東宝じゃん、はい、流れは、はい、東ウルトラ Q、ウルトラマン、はい、そうか、最初は東宝、ウルトラセブンも東宝の役者さん出てるけど、はいはい、一応東宝の人が
ヒーローやってた。俺の場合は東方にいなかったんだ、はい、それセブンやってた頃は、うん、おいくつだったんですか。24です。24、同じくらいでしょ。同じくらい、同じくらい、のぼりに2つぐらい上だった、ね、そうそうですね、そうですね。いくつヒーローやったの。僕遅かったよ、27ぐらいで、24で25で、そのぐらいですね。結構同じぐらいだね。そうですね。だって金子君なんでそれ遅かったの。受かんなかったんですね、僕。こんな恥ずかしいじゃないですか。僕、受かんなかったんですよ。ぐさっと刺されるヒーローやるには遅いよね。いやいや、そうなんですよ。いやいや、それシェリッシュなんじゃないの。早いもないけど。いや、そうなんです。遅かった。逆に、そうなんです。遅かったんですよ、僕。遅かったんですね。そうよね。何そっち向いちゃって。いやいや、さあ、でもね、あのやってたのもっと遅いね。俺の後も、はい、ゼロワンの、機械だゼロワン。ゼロワンの方、はい、彼ら30代だったんですよ。30過ぎじゃない。そう、だ俺より7個上だから、俺が25ぐらいだったから、ああ俺が32だよ、はい、32。池田さんでしょ。池ちゃん、ゼロワン、ゼロワン。だから遅かったの。でも全然若く見えたからね、分かんないけどね、分からないけど、だってだから、あ、そうですね。そう、でも当初その、ヒーローものやられてる方30代の方が多いっていうのは僕は聞いたようなイメージがあるみたいですね。そうだよね。そう、結構いた。30代いたんじゃないですか。オーディションってのはいつ頃から始まったんだろう。なんかめっちゃ気にならないですか。気にならねえのかい。いや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 、気になるから。あれおかしくないですか。それだったらおかしいですね。昔のやっぱヒーローヒロインの、あのヒーローのやつ、必ずヒロインがいたじゃないですか、うん、で大体その人とのロマンスありましたよね。パンさん、あって言われました。それはリアルな、リアル話。当時はどうだったんですかっていうのを聞きたいですよね。なんだよ、これ結構映像残しますからね。いやいや、もう今の返答であったんですよ、皆さん。ありました、僕が管理にいます。だからそうするとゼロワンなんて塩見悦子さんですからね。塩見さん、ああ、塩見さん、あ、うん、塩見さんは、あの一回お茶飲んだことありますよ。帰りがけに撮影の会だ、石神公園で撮ってて、はいはい、帰りがそうそうそう一緒だったんで、あの石神公園まで歩いて、うん、とことこと、はい、公園からさ、うん、それで、あ、じゃあお茶でも飲んでいこうかっつって、うん、それでお茶飲んで、あれ、あ、ゼロワンと機械だが一緒にだから、ゼロは多分ゼロワンの時でしょ。あ、ゼロワン入ってた時ってことですか。ゼロワンの時も機械だが出てました。あ、出てるか。俺そう両方、あの稲妻、その時も稲妻でした。塩見悦子さんっていうのはやっぱりそういうヒーローものをやってたの。やってた。そう、ゼロワンで、あの美人だ。真田広之さんがやってました。美人だ。誰？真田広之さんがやってましたね。真田さんが何やってたんですか。真田先生。何でしょう。ヒーローものやつ。真田くんヒーローものやってたの。それはジャックではなくて、の戦隊の要員ではなくて。はい。二人、一人。知らない。6世紀やと戦うんです。DVD 出てますよ。そうなんですね、はい、千葉さんとこだからね。千葉さんなんですよ、ね、うん、はい、でジャックでしょ。もう一つさんで言えばやっぱりあの庵野の七味さんじゃないですか、うん、でも俺が入った時は七味くんじゃなかったんだよ。ああ、そうなんですか。豊浦よし子さんって人だった。それは東宝の女優さんだった。うん、それで衣装合わせしてるの、で面識あって、あ、この人が庵野をやるんだなっつって、ロケもう仕事俺一人のとこから全部やってた、はい、で、ある日帰ってきたら違う人だった。それどういう変わったんですか。キャストが変わったんですか。ある日さ、豊浦君じゃなかった、はいはい、伏見百合子っていう、はい、やっぱり同じ東宝の女優。伏見さん、あれ伏見さんがやってたんですか。同じ東宝の、あの人なんだけど、はいはい、変わっちゃった。なんか、つぶらやさんって意外と多いですよね。エースもそんなんですよ。だから、その頃まださ、映画が、あの、いわゆるまださ、はい、ね、あ、そうか、主流の時期じゃん、はい、映画が、はい、で、映画でいい役をもらったからって、はい、セブンのヒロインを降りた。うわぁ、そういう時代なんですね。映画全盛期の時代ですよね。そうですね。映画がまださ、主流だったからね。そっちの方がいいっつって。でも今となってはセブンの方が、今となってはセブン出てた方がずっといいと思うよ。
すごいですね、森塚さんでも全部フルネームで覚えてらっしゃいましたもんね。そう、だってそのことあったんだ、うん、でその頃は出番がまだ遅かったから俺一人で撮影やったんだけど、で、ある日早く終わって津村役に帰ったらアンヌはこの人になりました。え、うん、で衣装合わせなんかどうするのかなって。衣装合わせはその豊浦君が合わせた衣装で2人で写真撮った覚えが、だから衣装がピッチピチですもんね。ピチピチだった、いやもうおかしいなと思ってたんですよ、だから間に合わない、間に合わないから。それって公になってるお話なんですか？公にはなってないと思うけど。うわ、超レアな話を。いやだから、でも知ってる人は知ってんじゃない。豊浦義子さんっていうのがアンヌをやってるっていうのがピチピチですね。それが清水流子に変わった。あの、僕最近世の中でそのフェイスブックとかっていうのがあるんですけど、最近七味さんと僕繋がったんですよ。なんで？わかんないです。なので七味さん、あの、その話が本当かどうかはこっそり僕にメッセージ送ってもらってもいいですか？でもこっそりが好きなんで、ね、あの、七味君とさ、繋がった時ってさ、突然電話かかってたんだよね、酔っ払っててさ、どっちが酔っ払ったんですか？七味さんが酔っ払って、もしもしとかつってさ、で、バーンさんとかつってさ、突然のつながりが、そう、突然いきなり電話かかってたんだよ、全然知らないんだよ。なんでそれ電話番号教えたの？いや、誰が教えたか知らないけど誰かがバーン、俺の電話番号したんだよ、教えたの、教えたんだよ。じゃあ、金子さんにもかかってくるか、かかってますかね。それで、それでさ、あの、私とね、ためよって言うね、ためって言うね、ためよねとかって言うね、同い年ってことですね。同い年よねって言うね、何の話してんのか。ため年のためですね。そう、そういうことか。そうなのよ、同い年よねって話で分かってさ、酔っ払っててさ、なんだか知らないけど、1時間ぐらい、なんか知らないけどとかやめてください。だって1時間ぐらいしゃべってさ、ディスはないでください。それが何、初対面なの？初対面なの。初対面というか電話が、そう、電話が最初。それで、はい、いや、それでだから、いや、それでじゃない、その話広げないでください。そうだね、あんまり、はい、そういう、そういう話もあったんですね。名識、だから初めの名識があると、いきなりな、はい、いや、すごい。僕もお会いしたことないですけど、多分電話最初にやるかもしれないですね。すいません、お待ちしてます。いや、今日の夜かかってるか。だから昔の写真とかが、ちょっと持ってきます、本当に。何がも、何で、どの写真ちゃんと写せるの、それ。モザイク入れなきゃいけないじゃないの。ネタを仕入れてる。おかしいね。この間にあのチャンスタイムで誰かやっときますか。あの、今日がない、次ないかもしれないですからね。やったもん勝ちみたいな。いやチャンスタイムなんか与えませんよ、あんたに。早いから。早いっていうか、これどっかに書く、どっかにあったんだよ。ちょっと待ってくださいね。ちょっとなんか喋ってください。探しますか。ちょっとこれ整理してもらっていい？調布にお店を、アンヌ隊員のお店を持たれてなかったでしょうっけ？もう、やめちゃったけどね。やめちゃったんですね。僕、調布に住んでた時に、店はあるよ。はい。ご本人いらっしゃらなかったんですけど、あ、これさ、氷入れない方がいいよね。まあまあまあ、そう、薄くなりますからね。けど、氷入れなくても、入れてもまあ美味しいですけどね。ちょっとだいぶ薄くなってる。そう、これはね、だいぶ薄くなります。ちょっと味見していいですか。何があるの、そこに。昔の写真が送られてきてて。何があるの。で、あ、森次さん写ってるな。森次さんのなんか若い、ちょっと老いた人の写真が。2000何年かにみんなで集まった時の写真が送られてきたんですよ。送られてきたっていうか、それに乗っかったんですよ、だからそれがね、どっかにもう今探せないわ。探せないからちょっと小原さんちょっと繋いで。そんだけ前振りしといて。ここまで引っ張っといて。小原さんと小原さんが繋いでくださいね。お願いします。どういうことですか。もうバンさんがもうまた繋がらないから。ね、なんだ。何それ。無理くりな。変身しちゃうぞ、もう。はい、飛んで。俺だってここ飛べるわけないでしょ、これで。さっき多分飛んでたらここすっこげてましたよ、僕。そう、出てこない。もう全然。いや、大丈夫、出てくる。あ、森塚さん何お飲みですか。ここはね、両方ビール両方。でもこちらがメインなんですよね。うん、こっちがメイン。はい、てるちゃん、はい、どうぞ。
必死、はい、必死になって探してる。いや本当に必死になって探してる。どうしても見せたいよ。全然何よ。全然どうしたの突然。ねえ会話しよう会話を。いやもう会話じゃダメ。会話しない。会話しないって。てか僕らの1回目の話はさっきしたんですけど、はい、あの森住さんたちの1回目ってどんなお話をされたんですか。たまに話を。そう。2人で。あの昔の話をされたみたいな、それともなんか今もこういう現場の話とかさ、当時のねとかさ、今時の話とか、僕らはあと懐かしい人が電話かけて、あ、僕も電話させてもらいましたね、すいません、突然何かわからない状態で電話が来てしまったんで、あ、そうだ、金子さんかけたつながなくて、すいません、え、そうなんだ、僕出れませんでした、仕事中でした、そのおかげで俺が、いや、俺は小川君には本当お世話になってね。当時はね、偉かったよ。偉いことやってたよ。ボランティアっていうか、もう、あのちょうど震災があった時にさ、いろいろ頑張って、頭痛って、一生懸命頑張ってやってたね。偉かったね。あの時ね、東日本大震災の時ね。みんなお世話になりました。本当に。偉い。偉い。ちょっとね、今日あのそう言おうと思ってたんですけど、こんなにあの飲んじゃってますけど、あの台風19号、20号で西日本の方大丈夫なのかなと、ちょっと気になってたんですよね。大変だよね。いや、だいぶ大変だな。うん、あのもう言っちゃいましたけど、だいぶあの四国とかっちの方が出てきました。なんか直撃ばっかりだね。ね、雨量がすごい大変だったんで、皆さん大丈夫ですか？ちょっとのんき飲んでますけど。気にしますので、大丈夫ですか、ね、これ何かの時の写真ですよね、これ。マムシさんもいます。はい、マムシさんもいます。あ、見つかりましたけど、この写真があっちも気持ちだし、普通にあるそれが何なの。いや、だからこういう写真が送られてきてくれてるというか、この繋がって見られるようになったっていう。楽しんでますか？なんか楽しんでる証拠いや、これこっちが何なんだそれ。はい、だってもう僕なんか面識全然ないのに、こういうフェイスブックっていうのがつながったりするんですよね、清水さんと。すごいなと思いません？なんか、ね、面識ないんでしょ。面識全くないでしょ。僕は一方的に見てただけですから、テレビで。皆さんお酒強いんですね。いや、あのバンさんは飲まれてないです。もともと飲まれないんですか？バンさん飲めないんですよ。飲まれないんじゃなくて、飲みたくても飲めない体質なんで。どうなっちゃう感じですか？いや、どうなっちゃうっていうか、だからほら、心臓がバクバクになっちゃったりとか、まあ、この人も心臓バクバクなってるけど誰がバクバクあの顔真っ赤になったりとか、そう、気持ち悪くなっちゃった、頭が痛くなった、頭が痛くなった、フルコースです。バーサーは絶対、まあ、ほぼ飲まないですからね、飲んで飲んだことない。あ、そうなんですね。ロケ終わっても打ち上げとか来ないで、ホテルに帰っちゃうから。森津さんは結構飲まれますよね。僕は結構、そうだね、若い時は30代だからだね、酒を覚えたの。あ、それも遅いですね。もう20代の頃は飲んでない。セブンの時はじゃあ飲まれてないんですね。飲んでない。結構小川さん、名乗りやってっていうのが多いですよ。俺やったじゃないですか、スーパーヘイディス、ドンチェンジャーですよ。いや、それはもう、リハーサルみたいなもんじゃないですか。やっぱ俺やりすぎてるからな。てるちゃん、はい、ちょっとガチでやってみますか。本気でやってみますか？誰から言われたらやります。え、誰から？ちょっとやってよって、森次さんに。あの、本気でやってよって言われる。本気でやってもらいます。森次さんの方に向いてやります。え、それダメです。それ、役者としてダメでしょ、だって。カメラにケツ向いてダメでやることになります。ケツというか、あの、身内側として見てもらうみたいなね、後ろから。仲間として、仲間として立ったらどうか。なんか前田さんはまだ未成年みたいです。やっぱりね、いや。お客様あっての我々なんだから、はい、というふうに考えない。だから未亡人ではない。あ、ごめんなさい、バンさん一生懸命されてるんです。すいません。そうだよ。今いい話をしてるのに。確かに。そう、はい。本当にお客様あっての。今ね。今こっち側のスタッフも全員飲んでますからね。ね、全然だって仕切ろうとしてないもん。はい。はい、放置プレイ。今こっちでちょっと盛り上がってます。おい。あの
今度じゃあみんなで六本木で飲みましょうかみたいな。おい。みんなでってあっちのみんなで。うん、ね。スタッフで。どういうことなの。こっちはもうちょっと構ってください。っていうかね、飲み会なのにもかかわらず、なんかこの何ですか、このスモーク。本気のやつお願いしますって書いて。スモーク担当、なんかクッキーしかないんですけど。いや、いろいろ仕込んでたんですけど。そのうちステーキ出てきますよ。はい。マジですか。だからこういうのって、はい、一緒にあのカメラの向こう側の人も一緒になって飲んでられるといいね。はい、そうですね。みんな飲んでますね。ぶっちゃけ。いやいやいや、だからこの今見てるカメラ、はい、見てライブしたよ。スーパーヘンゲ、ゾロンチェンジャー。先生、先生、カメラこっちです。やったのかな。いや、先言ってもらわないと。先輩喋ってる最中に。そこです。いやいや、どうぞ。そこです。はい。もういいですよ。はい、パッパララー、本気でって言ってください。本気じゃないとダメだよ。返さないよ。はい、返さないよ。はい、それで、じゃあお願いします。これですか。うん。はい、今来てます。スーパー変形、ドローンチェンジャー。うーん。カット NG ですね。本気だったのかな。全然足らない。本気。NG。全然足らないですね。それじゃあ高山さん来ないな。うん、来ない。ゲスト大募集、男性スタッフ大募集、詳しくはオフィシャルツイッターまで。カメラ切り替えて。おい、遅いんですよ。声だけだよ。あなた何年監督やってんですか。いや、撮影部じゃないんで。ね、そういう言い訳だけ上手になるんですよ。大人になると。監督はみんなそういうもんよ。そう。だけど皆さん喜んでくれてますよ。あ、本当ですか。よかった。あんな NG とテイクでもいいんですか。はい。じゃあ黒くし行ってきます。黒騎士ね、あの剣がないと変身できないんですよ。そんなわがまま言う人いるんですか。剣ありますよね、監督いっぱい。わが剣がある程度ができるじゃないですか。剣がないとできないとか、そんな死のこと言わないでくださいよ、先輩に。そう死のことまで言われてるから。のぼりこんな、これまずい酒じゃないですよね。これどんどん飲ましたら、どんどんなんか、これだってメチルアルコールじゃないの。だけど見たいと。じゃあ黒騎士。おい黒騎士。おねしゃす。お黒騎士頼むよ。ね、忘れちゃった。忘れるとこあんの？マンダ。練習しますか。練習。え、誰か、まえちゃんとか聞きますか。誰か聞く？コージン聞く？大体こうカメラから見切れたところでやる、あの外れたところでやる。あ、黒騎士はなんていうの？黒騎士は。騎士転生。騎士転生。騎士転生。騎士。それ言ったじゃないの？これ何間違えたのかなと思っちゃって今。合ってました。めっちゃおもろい。滑舌悪いのかなと思って。ひどいな、ちょっと。あら、みんな喜んでる。黒騎士って。黒騎士。黒騎士。黒騎士。喜んでる。黒騎士。嬉しい。黒騎士のくせに赤着てる。脱いじゃえ。赤騎士じゃねえかよ。人のセンスなんで投げてんのよ、ちょっと。いや、ちょっと練習させてください、マジで。練習までこれ生中継しちゃうんだ。そうです、練習まで、この辺に性格出ますよね。あの金子さんみたいに勢いでいくタイプいらない、もう本当に練習見てるからみんな飽きてますよ。大丈夫 YouTube でね、探しますか。 YouTube でだって、探して、だって見たことないもん。黒騎士変身ポーズね。これ YouTube に上がってなかったらどうしますか。恥ずかしい。意外と上がってないんですよ、編集。待って、すごい探すの大変だったし。検索をまず黒騎士変身ポーズで出しますね。うん、黒騎士。ちょっとあの恐縮しちゃって。変身ポーズ。膝がもうぴったりくっついちゃってるから。キャイーンって感じよ。出てこないんじゃないの？出てこなくても。出てこないんじゃない？出てこなくても。そもそもあなたの変身ポーズだからね。変身ポーズ。あなたから出てこないのがおかしいじゃないですか。黒騎士変身ポーズ。あー、出てくる。これでいい。黒騎士入り。黒騎士入りってなんだ。わかんない。これどう見ても前ちゃんですけど。ちょっと見てみます。前原くんじゃない。ソニーさん、ちょっと待って、CM があるから。ちょっと待ってください。皆さんすいません。もう酔っててすいません。ほら。どう？あ、後で追加されるパターンだ。本当？俺も後でやるの？これやります。絶対やりますね。5プラス1やります。これやんなかったらびっくりしますけどね。来た！お！うわー、なになに？どうやった？ちょっと貴殿将来と似てる。あ、そうそう、そんな真似したんです。そんな。あなたの後でしょ？そんな。そんな、ね、あってるあってる。先生。あ、あってるあってるあってる。はい、どうぞ。さあ。はい、本番。ありがとうございます。はい、カメラ変わりました。よー。さあ。
岸先生、ファおぉすごいよっ、めっちゃ恥ずかしかったな。なんでこんな恥ずかしいんだ。罰ゲーム、やっぱり罰ゲームだ。今、ものすごい後ろからダメ出しすごかったですよ。え、なんでですか、なんで最後、照れちゃダメよ。そうね、なんで恥ずかしいんだよ。あそこ決まんないとね。せめてこう、編集リアルダメ出しです、後ろ編集ポイント作ってもらわないと。けどかっこいいってきます、パチ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 、パチ、ね、ありがとうございます、かっこいい、かっこいい。めっちゃ感じたんですかね。リアルなダメ出しがすごいっす。はい、っていうか、あの、のぼりん、俺ら後輩のはずなのに、すごい突っ込まれた。もうやっちゃったからね。ね、自分一番最初にちょっとこう、なんかこう。だって、だってなんだか死ぬ頃言うんだもん、だってもう。長いんだもん、もう。けど、かっこいいって来ますよ。かっこよすぎて。来てる、来てる。かっこよすぎなわけないだろ。いやいやいや。前田くるみ。おい、前田くるみ、お前かっこよすぎっておかしい。くるみちゃん16歳。おい、うずき、生きててよかったっておかしいだろ。生きててよかった、生きててよかったほどもない。これ本当に悪い酒じゃないの。だいぶ悪い酒。ひでえ酒ですよ、これ。毒しか出てこないんじゃないですか、こんなのぼり見たことないね、今までに。明日から超綺麗なのぼりになりますよ。ねえ。つるーんとしてますよ。いや、すごいけど、みんなめっちゃかっこいいって言ってますよ。人生最高だよ。前でくるみ、嘘つけよ、お前。人生最高なわけねえだろ。くるみちゃんが、こんなで人生最高って言うなよ。ちょっと待って、ちょっと待って、これ、のぼり大丈夫。なんか、悪が出てきてる、悪が。もう今度は、もう前田くるみさんでしょ、ゲストで出します。悪のぼり。いや、これもう呼びましょうか、これ、前田くるみ。未成年だから、この時間無理だろ。そうか。たぶん、何が一番びっくりしてそうか、ダメか。え、私ゲストとか思ってますよ。ダメだな。あれ、銀河マン何年？2000、2000年じゃない。銀河マン何年ってどういうこと？1999年か。あ、銀河マンの一応前。もうちょっと前だ。あ、違う違う。99、いやいや、555だよ。555の後かな？違う違う、前だ。あれ？1998から99年。555タイムレンジャー買おう。そう。それ前だ。98年、そうそう、555の歴史。平成終わるんだよね。いや、98じゃない、あ、8から終わる。30年で終わります。平成終わるんだよ。はい、終わります。すいません、今年で終わるよ。もう、え、すごい、飛んできたね。すごいボールが飛んできた。平成でなくなるんだ。そうなんです。しかも一番飲まれていないバンさんが突然のすごいところからのボールが。戦隊で言うと、だから平成は戦隊終わるんだ。そうですね、3時代。平成、いや、あなたたち平成でしょって言われちゃう時代が来るな。そうだ、すごいと思う。ねえ、昭和。そうそうそう。ねえ、昭和の人。ですけど何か？僕らからしたら、平成生まれなのっていう時があったのに、今はもうそんなんじゃないです。ね、平成のやつが言われます。もう、昭和も平成も一緒ですよ。はい、一括りですよ。明治大正みたいな感じ。まあそうですよ。まあまあまあ。明治大正。やっと僕らもね、伸び伸びできる時代が来ましたよ。どういうことですか？今までもね、伸び伸びしてますよね、この人。何？やりたい放題。やべえ、前田くるみ、2000年生まれって書いてます。ほら、来たー。うわー、マジで。なんかもう前田くるみさん、今日メインになってた。これ名前出していいのかな？前田、わかんないけど、ここに出してるってことは出していい。ああ、まあ、そう、はい。タイムレンジャーの年ですね。タイムレンジャーの年ですよね。タイムの時。で、ガオはどうだったんですか？いやだから、こう、だから2000年生まれだから1歳ですから、ガオの時。いやでも、ね、見てないですよ。でもほらほら、98年をこんだけ見てるから。なんで人の指さしてんの。こんなこと見てないですよ。誰もこの指止まれってやってないのに。ここの画面だけで親父を喜ばそうと思ってかっこいいって言ってくれてるだけですから。あ、まあそれね、そっかそっか。前田くるみちゃん、優しい。16歳にね、はい、僕らそれだけで浮かれちゃうんですよ。2000年生まれだから18歳。18歳です。2000年に、ちょっと待って、2000年までだから。あ、そっか、18歳ね。おい、そうそう、今平成とらごっちゃになっちゃったけど。そうそう、もう酔っ払いばっかりですね。あら、ビデオ見てました。この、あの、唯一シラフのバンさんから見てどうですか、こちらは。酔っ払ってるよ、大丈夫だよ。あ、本当ですか。本当ですか。気持ちがね、あー、嬉しいなー。で、後で、いや、あいつらね、とかっていう話をやってるけどね。バトルコサック見たいって来てますよ。うわこれはできないじゃん、バトルコサックは。あれ、大変。コサックは編集しますからね。あ、なんか、そうですよね。そんな大変だったイメージがありますね。めっちゃ大変だったような気がしますね。そう。いや、だから、あの当時は、だからさ、代わりが割とコサックが入っちゃうと、はい、もうやってくれてたから、はい、ジャックさんが。そう、ジャックさんが。だから、割とあんまり記憶がないんだよ。あ、なるほど。そうなんだよ。分業的になっちゃってて、もう。分業の始まりみたいな。へぇ、うん、そうか、そうか。
そうなの、まあ、最初仮面ライダーとかもね、あの本人が入られてやってたんですよね。そうですよ、それが怪我をして分業制になってちゃって、なんか、うん、そうですね、そう、ジャックさんの後アクションの方は全部やるって、ね、その走りみたいな、意外と長く思ったよりもあの話題が尽きずに、そうですね、あっという間に来ましたね。そうなんです、あの今日出しがありますから、もう今日は9時25分で終わりですから。そうしないと後で森爪さんに怒られてしまうので、あの突然パツッと切れるわけです。そうです、そうですね、あとはまあ今、まあ、まだ今回2回目なので、はい、なんとなく空気が読めてきて、ちょっと何しようか、そうです、それ進めないと、ね、せっかく役者5人集まったんですから、構成台本持ってる金子さんが、わかりました、のぼりんはあの MC なんでしょ。今日は MC っていう名のりでしたね。途中から飲んでてよくわからないもんね。いいよ、あのとりあえずじゃあもう終わりが近づいてきたので、あそんな時間なの、今後、どういう展開を、やった方がいいかっていうなんか、うん、案があったりしますか、お二人。あのなんかみんな役者なんだからなんか、はい、あのなんかちょっと遊びでなんか、はい、ね、コント芝居みたいな。コント芝居、コント芝居、コント芝居っていう、コントなのか、まあコントなのか、芝居なのか、マジなのか、やりますか。じゃあ来たら、例えば森津さんが今日ここで会話した、うん、まあ森津さん以外の4名の中で、うん、この役者とちょっと絡んでみたいなって人いらっしゃいますか。いや、みんな絡んでみたいです。じゃあまあそんな、その中で特にそうですね、僕あの僕たちで目つぶってましょうか。ああだからそれで森津さんが逆にこいつ以外がいいなとか。こいつ以外でいきましょう。ショック、後で上に見せます、ね、こいつ以外とはあの絡みたくないっていうのをこう指さしてもらっていいですか。こいつ以外だったら誰とでもやりたい、この人だけやりたくないなっていう人。じゃあ目つぶりましょう、ね、じゃあ目つぶりましょう。悪いことしてないのに、そうです、先生が、はい、これだから後でこれを見直せばちゃんと分かりますか。ショック受けんだこれ、はい、この人以外の人やりたいなって人います。これはだいたいこうやってきっかけできたからやっぱりできればね、誰とでも、うん、誰とでも、僕頭下げられてもさせない。出せないですか。あれさせないですか。じゃあこの人とやりたいよ、やっぱり。あ、気分これは組んで、例えばじゃあ、うん、自分が隊長だとして、うん、副隊長役はこの人にやらせたい。ギュッ、バンサーは逆にこうなんか敵対するとか三方かなんかになっちゃうじゃないですか。でバンさんはちょっと除外させていただいて、うん、3名の方ですぐ自分の腹心的なポジションギュッ。おー、まあ、ありがとうございました。もう、まあ、あげていいですか。あげていいですね。あ、楽しい。これも見てる皆さんしか楽しめない。うわー、すげー。和田さんおめでとうございます。どっちにおめでとうございますか。分かるんですよ、まだね。まずは外れましたっていう。あ、これほら遅れてくるから、ほら今早すぎて分かんなかった。まあ、なんかちょっと盗み見てなかった今。いや見て、終わった後、終わった後。だから寸劇をやりましょうかね。だからね。やりましょうね。寸劇を。なんか面白いな今回って。はい、だから逆に言えばその面白いってでも書くのは監督ですよね。はい。か、まあ僕の知り合いの脚本家とかでちゃんとしてるのもいるんで書かせられますけど、逆になんかこう縛りを作りたいですよね。せっかくこの中でやるんで。例えばもうその日に台本渡して、うん、その日だけ一日で全部取り切る。即興得意だからね、この人。まあ、舞台じゃないんで、ブロックで分けていけるんで、そんなにね、全部のセリフをその場で全部覚えなくてもいいじゃないですか。そのブロックごと覚えていけば。30ページとか覚えなくて大丈夫ですか。そうそう、まあ、こんなページになったら長編になっちゃいます。覚えられないでしょ。和田さんだけ30ページにして。和田さんだけ本当に30ページお願いします。和田さんだけすごいなんか3ページぐらいの長ゼリ一人で、ね、どうでもいいセリフをずっと。あと、なんか、バンさんなんかないですか、これ今後なんか。このメンバーじゃなくてもいいんですけど、松村さん本格と、はい、長いんだよ。長いんですよね。大体僕もわかります。まだね、経験しないですからね、僕らは。いや、大体わかります。俺は覚えるさんのポジションは、説明をしていただくポジションになるんです。長い。バンさんが必ず長ぜり言うっていう。やめてちょうだいよって、もうさ、俺さ。それは説明。そうですね。多いね。いや、もう、たわいなく、ただくっちゃべってるさ、だーっと覚えて喋るってやつ。もう、僕たち、何これ、読んだらダメなの。読んじゃダメ。いや、もう読んでいいですよ、今度から。ね、堂々とね。面白い。結構、全国公開版で、僕の映画で主役だけど、セリフが3個しかなかった男もいますからね。
はい、でもオリコン1位になりましたからね、あの DVD、だからその時に短いのにしてよ。ですよね、もうポジション的に皆さんこう撮影日数短くてセリフも少ないのがいいですって。やっぱりこう安心感なんですよ。いや、もう無理ですよ。いや無理じゃないんですけど、まあそうですよね、僕らが頑張らないと。バーさん出ていただく時、大体長ゼリですね。長すぎますよ。なんか知らないですけど、バーさん長ゼリ。もう終わりか。あと2分ですから。あともう勝手な僕がこれ台本に書いてるので言うと、うん、音声付きゲームやりましょうか。多分 お二人は分かんないと思うんですけど、音声付きゲームあるんですよ。みんなも参加できるような音声付きゲーム。今結構ね、流行ってる。まあ分かる、どういうゲーム、まあどういうゲームかは、今度ちょっとプライベートで今度じっくりお伝えしましょう。けど、意外と楽しいですよ。それをここでやると。そう、一般参加できる。一般参加できるやつ。あ、まあ、だから、分かりやすく言うと人狼ですよ。うん、ああ、なるほど。人狼みたいなやつを、まあ人狼でもいいんですけど、やって。ここでね。はい。あ、で、あの負けた人は一気飲み。はい、あ、一気飲みして、今ダメだ。嘘です。ちょっと問題になるからね。楽しく飲む。うん、楽しく飲む。はい、負けた人は駅前に行って変身ポーズして戻ってくる。それもいいですね。いや、まあ、いやだな。はい、それもいいです。みたいなとか、あとは、あと視聴者からのリクエストで、熱唱カラオケをやってみようみたいな。カラオケ今、買い込みがこう来るじゃないですか。リクエスト。なんで、カラオケボックスで言ってて、これ歌ってほしいって言ったら、ワンコーラスだけ歌って、どんどん全く分かんなかったらどうすんの？始まってもとにかく分かんなかったら分かんなかったで変身ポーズすればいいんでしょ。また変身。二人お歌はどうなんですか。いや歌うけど。よく歌われます。その全ての歌を知ってる。そうそう、だからもう知ってる歌でいいと思いますよ。ね、でも何がかかってもセブンセブンセブン、うん、セブンセブン。ああ。なんか欲しいな。ほら乗ってくれたっすよ。今引っかかった。引っかかった。いやー、森上さん失礼。失礼しました。失礼。ほら失礼。すいません。お前失礼。もうバーさんからのためだし。ね。すいません。申し訳ございませんでした。失礼。みたいなのをじゃあやっていくときにはあのお二人も参加していただいてもよろしいですか。はい、参加させます。てん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 って感じになってます。バンさんなんかちょっと噂ではかなりカラオケの方が好きだっていう、ね、歌はね。誰がそんなこと言ってんの。うん、結構和田さんにはきつい感じがね。和田さんには厳しい。眼力がこうすごいんです。そうね。いや、面白い。またそういう企画ありましたらぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あとなんかその取材に来てほしいお店とか。そうね、不思議なスポットがあるところ。そうそう、なんか普通、まあ、ね、それお店募集すればいいんじゃないですか。あと幕府時空とかにみんなで行くとか。幕府時空って何ですか。幕府時空って、まあいいです。多分見てる人は知ってる人もいる、じゃあ幕府時空行きましょうか。結局より船、より、うん、とかあの岩船みたいなところばっかり言われるみたいな感じです。いや、この間あのロス行ったじゃないですか。ロス行ったら、うん、その来たファンの人、アメリカ人の人が岩船に行ったんですって写真を見せて。あマジでみたいな。半端ねえ。マジファンだね。岩船です。俺の岩船です。マジでそこで、あのここでやってんですよねって言ってその写真を見せてもらって。聖地だ、聖地。あなたが行ってんのみたいな。どうやって行ったの。特撮スポットですね。聖地。俺自分で行けないよ。いや俺も行けない。ねえ、すげえなと思って。いや嬉しいな。やっぱお客さんあってのことなんですよ。そうですね。いやけどバトルコサックってずっとこの人来てるな。おでんさん。おでんさんバトルコサックでしつこいよ。思い入れがあるんでしょうね。俺も見たコサックは良かったです。いや確かに僕良かったです。めっちゃ見てました。めっちゃ記憶あります。俺だってこの コサックダンスをするあれだよね。そうですね。え、そうだよね。バトルフィーバーの第1話って見たことあります。いやもう見てるはずなんですけど。どれが第1話かが分からない。分かんないですよ本当に。見てるんですけど、うん、第1話はぜひ見てもらいたいです。あの指揮官を真ん中に置いて、はい、5人がいきなり指揮官の周りを踊りながら、はい、あの踊りながら回るので、超カオスですから、ね、そうなの。もうこの頃に怖かったですね。その時はバンさんいらっしゃるんですよね。というわけで勝手にそろそろあの画面が閉まりますんで皆さんもお風呂に入ってください。はい、また今度。楽しかったですか。次回お会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。Thank you.